目の前にある、それがそれなの。行かれへんのこれ。行けないか、上がれないね。あっ、こんなか、どうや、こうちょっと無理かな、あれ。やっぱりずっと回るか、向こうに。しゃないね。え、東のルカだけど昔行っとるね。上上がってんだけどね。記憶が正しければ上がってるね。前方こういう風で行ってますわ。ちょっと二条が右出てきたか、ここまで来ると。どっかと勘違いしてんだよな、わし。崩壊しよう。どれやったんかこれ。いやー、これ草いっぱいやな。これか。どうですかこれ。まあこれぐらいだと歩けるけど。はい、これ来ましたね。来ましたけどね、上は上がってないな。ゴルフの練習はしたらあきませんか。こっちや。いやー、記憶残ってへんね。これはどうやろ、これ上がったかな。あら、これ違うかな、これ西やがね。あかんがね、東来てんのに西来てるのだがね。で、ナビがね、西、東を出してきたんやけど、西に来ましたがね。ちょっとわからんね。これ登ったような記憶なんかないな。どこ行ったんだろう、お前が来た時は。左上がってみよう。東乗鞍だけ来たつもりだけど、東乗鞍が古墳に来た予定が西ですよ、これ。あら、ここですか。遺伝子みたいに立ってるけど、開口しているような感じじゃないね。ということは、こっちが前方部か。向こうがこう、向こうが M かね。大元帥閣下。誰のことやろ、天皇陛下のことかね。いやー、何にもわからんかね。開口しないか。してないね。さっきそのあの時代がそこ歩いてたけどね、入ってこれんだね。西やから東やったら反対側やね。高さが一緒なんやけどね、なんか掘った跡があるような感じやけどね。あれが前方部とするならね、前方の方が高いやん。普通後円部が高いんやけどね。どうだこれ。ほら、これんな、これじゃ。崖になってるわ。残念。まあ、開口が反対側やもんな。全然何も見えませんわ。
残念でした。西やったか東はどこやね。東に行ってみましょうか。まあほんまに往生しますね、このスマホのナビは。綺麗な数字が咲いてますわ。あれ、どこから上がってきた？いいやな。これで行ったらな、これまっすぐ行ったらどうなんだ、あかんか、やっぱり。こっちかな、こうか。石室が見れるよってわし来たんだけどね。石室の背の字分見えなかったね。石碑はあったけど、石碑はあかんねん。これな、そのうちの古墳が西のるくらいがどこしたか。はい、東はどこあんねん。東はここ受賞、東はないんかい。東に進みます。こっちは東だけどね。あれがそうと思うやけどね、俺。およそ400メートル先、右方向です。